ソフィテル東京はかつて東京都台東区に存在した超高層ホテル。上野の忍ばず池のほとりにホッケクラブのシティホテル、ホテルコジーマとして1994年6月16日に開業した。名称のコジーマはホッケクラブ創業家の小島家にちなんで付けられている。イギリスのホスピタリティ企業と提携したバトラーサービスを導入し、同社が それまで手掛けたビジネスホテルとは一線を画する高級ホテルとして営業した。26階建てに対し客室数がわずか71室の細身の建物であり、客室を含むサービスユニットが4層ごとに上野恩賜公園側と東京大学側にそれぞれ張り出した形状をしていた。菊竹清くんにより設計された外観は一本の樹木をイメージしたと言われる。 限られた規模の中で営業可能な面積を確保するため、との総合設計制度を適用。溶石率割増しと車線制限緩和を受けたことで、建物が非過激性条件内で上空に伸びている。この形状と近隣に関営時の50棟が存在することから、50棟ビルとも呼ばれ、菊竹も50棟を連想させるかもしれないと述べている。 最上部に設置された40トンの水が入る大型水槽が風圧に対する精神装置となっており消火用水としても利用する仕組みになっていた。地下に設けられた宴会場は建具の開放によりロビーと一体で利用可能。他にも客室の会議室へ転用するなど空間の利用効果を上げるため様々な用途に利用できるようにする試みがなされていた。 ホテルコジーマの完成当時、ホッケクラブは全国に13件のホテルを展開しており、順風満帆の経営状況にあったが、バブル崩壊でこの当時が重くのしかかり1997年に会社構成法の適用を申請。フランス資本で当時世界最大級のホテルグループだったアコーホテルズが、ホテルコジーマを土地ごと購入し、 フランス人デザイナーによる全面改装を施して2000年に客室数83室のソフィテル東京として開業した。上野の美術館目当ての外国人の長期滞在も見られるようになり外国人客の比率が増したという。しかし開業してからわずか4年後には営業を終了。2007年に建物は解体された。100メートルを超える超高層ビルとしては 国内で初めて解体された例として知られる。跡地にはパークタワー、上野池の旗が建設された。ありがとうございます。